から CEO としての、はいはい、お話を伺いたいんですけど、なるほど、はいはい、CEO としての魅力と辛さっていうのは何ですか。魅力は電通時代みたいです。上司から無理筋な指示をされないことがあったんですね。なんかまあちょっと、まあ、そこは使えるのかな。電通というところもあるし、できるんですか、どうなんですかね、わかんないですけど、まあ確かに、ね、大変なお仕事だったんでしょうね、きっと。いやもう。でも今トップですから。はい、トップ取ればね。ね、トップ取ればそれ言われないですよ。はい、確かに、ね、そうですよ。いやまあ言われないこともないんですよ、ね。はい、はい、株主の皆さんと対話しながらもっと投稿じゃないかとか。はいはい。まあ、いうことはありますから、それは別に何でもかんでもその やりたい放題ってわけじゃないですけど、ただまあこの会社の5年後10年後どうあるべきかをまあ決められる仕事っていうのは、そうですよね、上に行かないとできないんですけど、なるほどなるほど、自分がちょっと思いついたこととかもこうどうやって遂行していこうかみたいなこともできるわけですよ。まあ、社員がやってくれるかどうかありますけど、一番大事だって言って、はい、分かりましたって言って、誰も何もしなければ、それは何も変わらない。それは社員がこれはいらないと思って、勝手に判断されるとも会社崩壊しちゃうんですけど、そうならそうですよ。辛さっていうのはどういうことか。辛さっていうのは、多分ですね、はい、なんか、いちいち辛いとこ思ってたらもう多分やめたくなっちゃうんですよ。なるほどね。絶対に社員には理解できない辛いことって社長になったら絶対いっぱいあるんですけど、はいはいはい、それを毎日辛い辛い辛いと思ったってあまりいいことないじゃないですか。確かに楽しく考えないと。そうなんですよ、はい、これはね、社長じゃないと経験できない、特別なものだなと思ってれば、はい、なるほど。社長になったことないからわかんないよね。そうですね、うん、そうですね、わかんないですよ。ちなみに何の、例えば一つ挙げるんですか。辛いこと、社長になった時に感じる会社って潰れるかもしれないじゃないですか。はいはいはい、はい、絶対に潰れない会社ってほとんどない。はい、あるかもしれないけどほとんどないし、はい、うちの会社だって絶対に潰れない会社じゃないんですよ。だから最悪その潰れる、あるいはその潰れる手前の段階っていうことになるかもしれないっていう、はい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 、なるかもしれないっていう思いがゼロになることってないんですよ。常にもう、はい、何か新しいことを始めるっていうか、まあ、ある程度リスクを取ると、はいはい、お金がかかったり、はいはい、まあ、人数が必要になったりとかっていうことを何かこうやっていけばやっていくほど、それはもう空振りに終わる可能性は常にあるし、はいはいはい、だけどそれを恐れたら何もできないし、はい、だからなんか会社の最悪のケース、まあ、単純に潰れることが最悪かどうかもありますけど、まあ、いろんな最悪の形ってあると思うんですよ、はいはいはい、最悪の状態、はいはいはい、だからその最悪の状態を想定しない社長って多分いないと思うんですよ。はい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 、なるほど、まあ、よっぽど無邪気な人はそういるかもしれないけど、まあその TBS のドラマみたいなことはないということですよね。それはないですね。乗りに乗ってる社長ってでもあんま考えてなさそうな社長とかいますよね。いや対外的にそれは言わないですよ。あ、言わない。あ、なるほど。不安で不安で仕方がないって言葉にして得はないですよ。そうですね、そんな人についてきたくないもんね。いや、そうです、まず従業員の士気にも関わるし。あ、なるほど、だからか。だからすごい、例えばですけど、六本木とか銀座で豪遊してる社長とかが例えばいたとして、その人はもう常にやっぱりこう思ってるわけですよ、心の奥底で。絶対その、まあ、自分が付き合ってる越谷の警備会社の社長が具体的に言うのやめてもらっていいですか。社長ばっかりじゃない。越谷の警備会社の社長、具体的に言うなら。いろんな社長がいらっしゃいます。いらっしゃって、はい、なんかこう仕事がしんどいと思った時とかってありますか。仕事がしんどいっていうと、はい、まあ、社長の仕事って多分8割以上が、はい、あの社員を成長させるっていうことと、なるほど、社員が成長して何かを実践していくっていうことが8割の仕事だと。はい、わすげえ。だって僕が何か新しいアイディアを出しました、うん、社員に指示しました、はい、同じ社員が同じようにやってったらどんなに新しいアイディアもそこからどんどん成長していかないんですよ、はいはいはい、
だから成長っていうのはやっぱり社員が今までできなかったことができるようになったり、したことがないことがまあできるようになるっていうことをずっと繰り返していかなければいけないので、そうしなければ社員が成長しないで会社だけ成長するってことってないじゃないですか。なるほど。だからその社員が成長するっていうのはどういうことかっていうことを、はい、でそれが実現できない、だから社員が全然成長できないとすれば、うん、僕は社長としての仕事8割ぐらいできてないっていうことだし、社員が成長できてるってことになれば、はい、あの業績なんていうのは多分中長期的に見れば社員が どんどん成長していく会社も絶対大丈夫なんだ。だから数字の計算とか計画作るなんていうことは大した話じゃないですよ、はい、あ社長のこのアイデアを、まあ、この部下というか誰かにこう言うじゃないですか。そしたらその部下の人がこうみんなでこれやるぞみたいな、そうそのナンバー2的な人がいたりするんですか。やっぱり役職的にあそこにいるあ、そうなんですね。で会社の仕組みはちょっとあんまりよく分かってないんで、はいはい、役職的にはそうですけど。役職的なるほどなるほど。的にはなっちゃうんですよ、はい、そんなことないですよね。全然もう役職的に似合ってその似合った活動僕は知らないんでちょっとお聞きしたいです。この社長とその、まあ、ナンバー2とこうぶつかり合うみたいなことある？ドラマみたいなそうです、ドラマしか知らないから、はい、ないですね。あ、やっぱそこはもう意思の疎通ができてて、じゃあこの案件をこうみんなで独裁なんです。え僕の独裁独裁反論した方がいいっすよ。反論なんだろうね。あ、でもまあそれぐらい、まあ、ちゃんとしっかりとしたその、まあ、アイデアというかだっていうことですよね。いや、だから大事なことは話をよく聞くっていうことがすごく大事で、だから僕がだから社員の、はい、まあ、別にナンバー2だなんだではなく、はい、従業員全員の話をどれだけ聞くかってことはすごく大事なことだ。ああ、すごい。いや、いや何でもかんでも僕が決めるつもりでもやる気満々なんですけど、はい、全部僕が決めるんですよ。だから決めるにあたって、はい、僕が会社の社員が経験していることすべてを見ていないじゃないですか、はい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 、見ていないし社員が感じていることもすべて分かっているわけじゃないから、はいはい、それで独裁で決めていくと多分おかしな方向に行くんだと思うんですけど、はいはい、いろんな話を聞いていろんな思いを聞いてでいろんな状況を教えてもらってその上でパッと僕が決めるっていうのが一番早いし、ああの決めるまでに話し合う時間とかも大抵無駄なんですよ。あ、そんなの2秒で決まるもの、はい、2秒で決めちゃった方がいいに決まってる。すごいですね。まあ、迅速にした方がいい、ね、それで失敗するんだったら、はい、早く失敗した分得したと思った方がいいです。どうします、それ僕昨日入ったばっかりの新人なんですけど、社長あの案件どうかと思いますって言ってくる社員がいたらどうですか。いや楽しいですね。楽しいですね。なるほど。あ、ちょっと話聞こうかみたいな。まあ、そう言ってきたら話聞きます、はい、まあ、いないでしょう。いないやいや、むしろね、そういう、それを求めてるんですよ。まあ、来てほしいな。例えば、あのうちの会社受けに来る、特に新卒の学生とか、はいはいはい、配属ってどうやって決まるんですかっていう質問って、これ毎年結構何度も聞くんですよ。はい、会社に入ったら配属ってどう決まるんでしょうか。確かに、確かに。私の希望を聞いてもらえるんでしょうか。ああ、はい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 。っていう学生たちの言葉を聞いて思うのは、はい、まあ、それが本当にそう思って聞いてるのか、はい、聞いてるのか、まあまあ、なんか物の本に書いてあるからそれを聞いてるのか分かりませんけど、はい、もし本当にそう思ってるんだとすれば、はい、多分これからの日本であの活躍できる可能性がそれ低くなっちゃうんですよ、そういう発想。そういう発想です。なんでかっていうと、はい、新しい部署を生み出せる人間にならなきゃならないんですよ。うわ、47クラブに今ある部署でどの仕事をしているかっていうことを知る、はい、で47クラブに興味を持つ、はい、で入社してくれるのは大変ありがたいことなんだけど、はいはい、多分それは47クラブだけじゃなくて他の会社もそうなんですけど、はい、今ない部署を作れる人が欲しいわけじゃないですか。今ある部署にいる社員と同じぐらいの仕事できる人とかもういらないじゃないですか。まあ確かに今もう間に合ってる。それじゃ会社沈没しちゃいますよ、はいはい、だから今ない部署を作る、今ない仕事を始めるっていうことができるかどうか。でもしこれできるとするならば、誰でもできることじゃないですけど、はい、できるとするなら絶対やるんだっていう、もう鉄の意志がなければできないです。うん、たまたま僕はもう運よく新しい部署と新しい仕事もう偶然始まっちゃいましたってことは絶対ないんですよ。ちょっと、まあ、考えてやらないとできないことですもんね。それはだから、はい、僕がやれっていうのと、そのやっぱり下で入ってきた、はい、例えば2年目3年目の、はい、まあ、24、5、6ぐらいでこう、はいはい、新しい仕事始めたい、新しい部署が必要だってことを提案するっていうのは、まあ、僕がウェルカムだけど、はい、なかなかそれを提案して実行に移す、実践に移すってことは結構ハードルが高いと思うんですけど、はいはい、だけどハードルが高いからやらなければ一生可能性はないじゃないですか。
今その部下に求めることって、ね、そういうことですか。部下に求めることはまあいろいろあるんですけど、はい、あのうちの社員にその47クラブで働く上で絶対に守るべき価値観のルールって紙を配っていて、はい、価値観とルールを揃えましょう。価値観とルールを揃えましょう。あのみんな育ちも違えば考え方も違えば個性も違うんだけど、47クラブっていう一つの船で一つの方向に、まあ、航海していく、進んでいくとするならば、はい、やっぱりその船の乗組員で最低限ルールって決めなきゃならないでしょ、うん、はいはいはい、でそうしないとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ、はい、ということでこう、まあ、守るべきルールって言って、で従業員に一番必要なことだと僕が思っているのは、はい、もう一言で言うと自責の念を持つっていう。自責の念、自責の念っていうのは、ね、自らの責任、はい、だから反対側に他責の念っていうのは多分、はいはい、で僕も含めてほとんどの人はもう他責が染み付いてるんですよ。まあ人のせいにしがちだよね。いや少なくともそれはね、それは私関係ないんです、はいはいはい、私じゃないんですよ、はいはいはい、知ってたけど私じゃないんですよ、はいはい、あの人が悪いんです、はい、っていう、もう癖がついてるんですよ。うーん、確かに。で自責っていうと、そんなの追い込むとまた精神心身やられちゃうぞみたいな、全部私が悪いんですって言えっていう話じゃなくて、はいはいはい、自責っていうのは自分のできることすべきことは何かって考えて実行するっていうことなんですよ、はい、自分のできることすべきことは何か、はいはい、さっきの成長の話っていうのはできることすべきことが増えていくことを成長だと思うんですよ。できることは増えない、うん、すべきことも増えない、はい、それで成長するってありえない話、うん、確かにありえないです、はい、だけどその自分の心の中にもうなんか染みついているその他責的な発想、はい、それは会社のせい、はい、私ではない、はい、上司が悪い、指示が悪い、はい、聞いてなかった、はい、なんで言ってくるの、はい、一言相談してくれ、もう全部人の話なんですよ、はい、で全部人の話をしているうちに定年退職を迎えちゃうって人がいっぱいいるわけですよ。はあ、俺が出世できなかったのはあの人のせい。はい、その居酒屋で話しするやつですね。あいつのせいでさ。だけど面白いでしょ。面白いんですよ、その他責の話っていうのは。みんなで他責をぶつけ合うってもう最高のストレス発散になるんだけど、はい、昼間一日中それやってるとまるで仕事できるからなんですよ。進まないもんね。少なくとも、まあ、仕事以外も大事だと思いますけど、はい、仕事する上で成長したいと思うんだったら、はい、自分のできることすべきことは何か、そしてそれを実践する、はい、で結果的にできることが増えていく、はい、すべきことが増えていく、はい、すべきことが増えるってことはそれだけ社内外から社会から必要とされているってことです。すべきことが増える、はい、だから、まあ、まあ全てこう巡回転にいい方向に行かせるための一つのエンジンとして、はい、一つだけ何かと聞かれれば、僕は自責の念だと思います。自責の念、なるほどね。まあな、すぐ俺、鈴木さんのせいにしますもん。田中のせいにしますよ。あいつがなって言われて、ここでボケりゃいいのに、なんで普通の話してんだよ。はい、すっごい思います。ちょっと多責の念か。ちょっと、あそこで俺がボケればよかったんだって、ずっと思えばいい。まあね。はい、まあね、いや、松田さんもネタ終わった後に、はい、あ、すみません、鈴木さん、俺あそこ悪かったわみたいな、はい、自分でちゃんと言ってくれたりもするんで、そうですね、まあ、自責の念はありますよ、ちょっと。偉そうです。でも、さっき松田さんが、はい、昔、居酒屋やってたことあるんですよ。で、そこで多分、はい、ああ、分かる分かるみたいな、多、はい、責の念の話してる時、分かる分かるみたいな、バイトの子たちがあれなんでしょう。ちっちゃい社長をやってたことがあって、はい、居酒屋を行っても経営してたんですけど、はい、まあ、本当にみんな人のせいにするんですよね。本当に、まあ、いや聞いてなかったですね。いやいやいや、まあ、言ったんだけどなと思って、まあそうか、じゃあ伝わらなかった、まあ、俺が悪いかっていう感じでずっと毎日やってたんですけど、まあ、2年半で潰れました。まあ、はい、厳しいです。厳しい。本当にだけど、はい、本当に世の中本当に多責が蔓延していて、はい、なんか話をしてて、まあ、それは社員もそうだし、社外の人もそうだ、話をしてて、なんか違和感感じておかしいなと思うとき、はい、これはひょっとしてルーツは多責にあるんじゃないかって考えておくと、はい、まあ、やっぱり多責だっていうことがよくあります。ね、自分から考えて、これ、動いてくれよって思うんですけど、それを言うと言ったで、なんかまあ、パワハラまでいかないですけど、はいはいはい、なんか無理にさせることじゃなくて、自分で思って動かないと。そういうことですよ。何にも始めない。さっきの居酒屋の話でも、はい、まあ、言われた言われてないっていう話もそうですけど、うん、はい、
自分が気づけなかったことについてどう思うか、自分が思いつかなかったことについてどう思うかが大事。はい、僕はそれを、なんであいつ思いつかないのかなって言いながら一人でこう飲むのが、はい、癖になってます、毎日。それも多席です。やっぱ多席なんですね。そうだ、そこも多席ですよね。はい、それも多席なんですよ。多席選手権なんです。多席選手権ですね。多席選手権、もう強いやつばっかりですよ。従業員が上司のせいにし、上司は従業員のせいにし、そうですね。どっちが多席で勝つかっていう。なるほどな。ちょっとじゃ今の若者にこうやっぱりなんかこう伝えるとしたらそういうところありますか、社長的になんか。いや、僕はやっぱり実績っていうのは、はい、まあ、若い人も年取ってる人も、はい、まあ、基本的には誰にでも大切なことだし、はい、もう年取っちゃったから間に合わないとかっていう話じゃないとか、はい、そういうのすごく大事だと思うし、はい、まあ、あとはすごいベタなんですけど、はい、本読めんです。あー、わかります。はい、本を読む。はい、で僕もあの社長になるまで本なんてほとんど読まない。ほとんど読まない。判断間違えたなみたいなことありますか？判断は、はい、もう間違いだらけですね。いや、それは何でかっていうと、はい、その絶対に正解なんて分かんないわけですよ。はあ、まあ、確かに。だから大事なことは早く決めるっていうことと、はい、早く失敗に気づく、あ、で、あるいはその改善してやり方を変える、はい、っていうことが大事なことなので、失敗を恐れると何もできなくなっちゃうんですよ。あ、まあまあまあ、あと失敗を恐れるとくだらない会議が長引いて時間ばっかりかかる。あ、わかるわ。くだらない会議、会議って時間の無駄ですよね。ほとんどの会議は時間です。いや、だから社長で失敗するっていうのがさっき申し上げたような、はい、会社が最悪の事態に陥るような失敗だけは避けなきゃいけないっていうことですよ。いや、そうならない範囲においては失敗するか成功するか、もちろん失敗するに決まってることはやらないですよね、はいはいはい、だけど成功可能性と失敗可能性、はい、失敗した場合のリスクの大きさ、はい、あるいは失敗した場合にやり直しが効くかどうか、はい、っていうことについて想像しながら、はい、じゃあまあこれですね、で大概のことはやってみて100点にならないじゃないですか、はい、だから成功と失敗って一体何をもって成功と失敗なのかって話なんですけど、はいはい、間違った判断っていうのは100点じゃないとすればみんなどっか間違ってる、90点だとしても10点間違ってると、はい、やっぱりそれはなんか、うん、間違いとか恐れたら決められないですよ。なるほどな。僕あの漫画キングダムが好きですごい読んでるんですけど、はいはい、全然関係ないって言ってます。いや、いいですよ、はい、キングダムの話がそのトップというか隊長が、シンっていう隊長がもう社長みたいな、はい、なんでその社長についてるか、はい、その社長の言ってることは間違ってないんだっていうふうにみんなが、うん、ついてるんですけど、はい、まあ、その社長にその助言する軍師もいたりするんですけど、はい、その古田社長 の軍師みたいな人っているんですか？社長が全部決めて、間違う、間違ってたって判断って全部自分ですぐできるものですか？いや、当然その思いつきで物事決めるわけにいかない、はい、まあ、まあそうですよね、やっぱり大切なことは、はい、さっきも言いましたけど、はい、徹底的にめちゃくちゃ本読みまくるってことはすごく大事です。あ、なるほど。もうですごく大事だと思うのと、はいはい、で特に本読むときに、はい、カットしたらいいかもしれない、学校の先生、大学の先生の本とか僕基本的に読まないんですよ。まあ、なんでですかね。いや、自分で経営やって、はい、成功と失敗両方とも味わってる人とか、はい、あるいは複数の会社で経営をなんとかして、まあ、例えば稲森さんとか代表ですけど、はい、あの複数の会社で経営で成功されている方とか、はい、違う業種で経営を成功されている方とかっていう人たちって、これはまあ、あの日本だろうが海外だろうが、もう片っ端から本読んでます。勉強になりまくりです、はい、まあ、それがちょっとまあアドバイスとか自分のこの発想の手助けというかなってるんですね。だからそれがもう、まあ、ただじゃないですけど本題なんで、まあまあまあ、1000、2000、3000でその人が、まあ、やっぱりいろんな成功失敗経験して分かったことっていうことっていうのは、それが簡単に手に入るっていうのを信じられないほど効率的だなと思うことと、もう一つはやっぱりあの尊敬できるその経営者の人たちと相談できる関係を築くことですね。なるほど。だって大抵47クラブで悩んでる
どうしようかなと思ってることって、はい、あの先輩経営者の人たちは、はい、大抵もうそんなことはもう通り越してるというか、あ、悩み終わってるっていうことがいっぱいあるわけですよ、はい、でやっぱりその過程においてどう悩んだかっていうこともあるわけですよ、はい、あるいはその失敗してきた歴史みたいなこともあるわけですよ、はいはい、そういうことを聞ける関係になるとこう自分で一人で思い悩むことのバカバカしさ、ちょっとじゃあ自分より経験のある先輩にそういう話をして、まあ、アドバイスを受けるのが一番それは非常にいいですよ、ね、まあ、成功というかうまくいくと、